おはようございます。埼玉百名山ハンターのサロメでございます。今回もですね、再百動画上げてまいりたいと思いますけれども、今回ですね、お届けいたしますのが埼玉百名山のですね、不動山、雨乞い山、神見山ということでね、本日の目標再百三座取っていく予定でございます。まあ、そういったことでですね、今回の登り口でございますけれども、こちらつぶらだこっていうんですかね、湖のほとりにございますね、駐車場ということで、大きなね、駐車場でございます。こんな感じでございましてですね、おトイレもね、ございますんでね、まあそういったことでございまして、登っていきたいと思います。天気もですね、今日はスカイブルー、バチバチでございますんでね、素晴らしい映像がお届けできると思います。そういったことで最後までお楽しみいただければと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、そんな感じでね、自動販売機もございまして、あれでございますけれども、こちらね、すぐ隣がね、金付堂山なんで、まあ金付堂山ね、こちらから登るのもありかなということでございますけれどもね、まあそんな感じでね、まあいろいろこれあれなんですかね、釣りのスポットになってんですかね、ずっとこう行けるようなね、感じになってますねこれね。はい、そんな感じでバチバチ行きましょう。おー、気持ちいい。はい、こんな感じでございましてですね、つぶらだこ全容がね、見えましたけれどもね、あ、綺麗ですね、つぶらだこは。はい、こんな感じで素晴らしいね、最悪のね、あのあれですけど、あの鎌北港なんかだとね、もうあのゴースト化しちゃっててね、結構あれなんですけど、かねえなっていうね、印象だったんですけど、なんかこういっぱいね、あの船なんかもこれやってまして、栄えてる感じでございますね。あー、太陽が気持ちいいな。はい、こんな感じでございまして、つぶらだこ上がってってるパターンでございますけれどもね。はい、おー、あー、でもあれですね、定食屋さんはもう閉まっちゃってる感じなんですかね。うん、旅館なんてのね、ありますけどもね。 OK。はい、こんな感じでね、こちらはあれなんですかね、つぶらだこはワカサギ釣りがね、これ結構あれなんでしょうかね、有名なポイントなんでしょうね、きっとずっとこれね、ワカサギをあれなんでしょうね、釣れるポイントになってんでしょうね。そんな感じでございまして、ほら、はい、こんな感じでございましてですね、県道を歩きスタイルで、ありました、看板充実系ですね。はい、こちらね、虎ヶ丘神社方面行ってみたいと思いますよ。 OK。 はい、こんな感じでね、梅がいい香りしますね。はい、そんな感じで、登山開始とね、状況ということでね、登山道にいよいよやってきましたけれども、まあ、非常にですね、歩きやすいスタイルでございますね。はい、そんな感じで行ってみましょう。 OK。 登り切りましたね、これで。はい、そんな感じでございましてですね、 OK。 どっちだこれ。はい、これですね、虎ヶ丘神社方面ですね。で、こちらが、あ、そうですね。はい、そんな感じで行ってみましょう。 OK。 はい、こんな感じでございましてですね、木の階段スタイルでございますね。はい、こういうの意外とね、地味に効きますからね。はい、そんな感じで OK、 行ってみましょう。はい、それでね、あ、今看板見えましたけど、このね、あれですね、山頂が虎ヶ丘城の跡地になってるみたいなんですね。で、ここにお城がですね、建ってたってことでございますよ。あー、でもなんとなくこう、あれですよね。 OK、 あ、来た来た来た、あ、東屋もありますね。はい、そんな感じでございまして、あー、来た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 、虎ヶ丘ね、城、あとここに、だからもうあれでしょうね、この東屋のところにね、お城がもう丸々ここに建ってたんでしょうね。いやー、いいね、いいわね、展望がいいわね、こちら。はい、そんな感じでございましてね、絶景スポットでございますよ、これ。はい、こちら、あれ日光かな、なんだろうな、日光だな。
はい、そんな感じでございまして、まだちょっとね早いわね、まだ早いでしょうね。ちょっと貯めましょう。今日は展望結構いいと思うんで、はい、そんな感じでございまして、ガンガン行きましょう。はい、虎ヶ丘城市の山頂ということでございまして、337と私ということでございましたね。はい、三角点はないんだね。はい、そんな感じでガンガン行きましょう。神宮山方面向かってまいりたいと思います。 OK。 はい、こんな感じでございまして、気持ちいいゴンちゃん稜線でございます。 OK。 こちらですね、ゴッドがありまして、で大月峠っていうね峠でございますね。で看板もね、まあ、こんな感じで充実しておりますんで、はい、さらにね行きましょう。 OK。 はい、こんな感じでございまして、ピーク目はないんですけどね、368ピークでございますね。はい、で右手はねゴンちゃんなんですけど、左手は雑木林スタイルなんで、ああれかこれ、あ三角点じゃねえな。はい、展望はねおいい感じで抜けてるスタイル。前のあのピークがねジンちゃんかもしれないですね、あれね。はい、そんな感じで行ってみましょう。なかなかね、先ほどの峠からのね登りでございますけども、結構急登ですねこれね。そんな感じでございまして、こんな状況でございますんで、ね、OK。 よっしゃ OK、 行ってみましょう。はい、こんな感じでございますですね、神ちゃんまでのね、道のりでございますが、結構な急登でございまして、雪もちょっとね残っておりましてですね。あー、また急登だねこれ、また続くわよ。まあ気合系の急登ということでございまして、引いてみたいと思います。よいしょーしょー、はい行きましょう。はい、こんな感じでぬるぬるで滑りますねこれは。こんな感じでございます。おう、ぬるぬる、落ち葉の下はぬるぬるスタイル。あー、あり、あー滑る、滑るスタイル。オッケー、行きましょう。あーあー、あり、よっしゃ、シー、ふー、オッケー。前方に見えるかな、前方の、おい、おーすごい、おーい、前方のね、あ見えないですね、これがねこの木の先ですね、これがねじんちゃんの取り付け部分でございますね。 OK、 よっしゃ、もうちょい雪が結構ね残ってますんでね。 OK、 あれ、あ見えた見えた見えた、あ来た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 、あじんちゃん、じんちゃん、じんちゃんがねあれでしょ、あ一旦これあれだね、林道に降りるんですね。オッケー、おー、これですね、じんちゃん。あ、電波塔が見えるわよ。はい、そんな感じでございましてですね。よいしょ、おい、あ来た、オッケー行きましょう。あ、こっちだ、じんちゃん。あー、雪が結構ガッツリ系で残ってるわよ。はい、そんな感じで行ってみたいと思います。オッケー、よいしょ、あり、ああ、し、はい、じんちゃんのね取り付き部分でございますが、結構がっつり系ですねこれね。誰も入ってないし、はい、そんな感じで、でも天気いいですから、オッケー行ってみましょう。あれ、オッケー、来ました視聴者皆さん、神宮山の山頂でしょ、これ看板が見えました。本日最速1座目でございます。はい、三角点ありました、よいしょ、よしよしよし、来ました、神ちゃんの山頂531m と私。はい、そんな感じでございましてですね、神ちゃんのね山頂にはこれ見てください、テレビ埼玉のねボックス、そして電波塔がね堂々とそびえ立ってるじゃございませんか、テレビ埼玉。
ありがとうございます。はい、そんな感じで、で神ちゃんの山頂からの展望はオールゴンちゃん、特にないです。はい、ないですね。はい、こんな感じでゴンスタイル、まあ今日はねガンガンこれから稜線取っていきますので、行ってみたいと思います。 OK OK、 こんな感じでございまして、神美山頂からねまた降ります。で今度ですね、えのき峠って言うんですかね、えのき峠方面にね向かっております。 OK、 よっしゃ、よし、うり、はい、視聴者の皆様こんな感じでございましてですね、展望側に稜線歩きでございますね。 OK、 おっしゃ、あっしゃ、いいね。 OK、 おー、視聴者の皆さん来ましたね、展望ポイント。来た、こちら展望ポイントですね。いいね。こちらさっきね神美山山頂でせざられませんでしたのでね、もうあれ行きましょうよ、もう赤城見ながらね行ってみたいと思います。大いなるマンションセザール、ピョッカーン、キャンキャン。はい、そんな感じでございまして、はい、こちらの展望ポイントからのですね、展望はこんな感じでございましてね、バチバチでございますので、はい、そんな感じでね雑木林稜線、はい、行ってみましょう。はい、こんな感じでございましてですね、結構急スタイルでございまして、 OK、 よいしょ、はい、でまた出ましたよこれ。はい、で出まして今度本庄市、はい、出ました。あ、長瀞八景だって、すごいね。あ、こっから長瀞八景がね望めますよと、まあそういうことなんでしょうね。であれですから、こっちですからね、またいで、ここをまた上がっていくスタイル、急登だね、また。はい、そんな感じで、ロープもありましたけども行ってみましょう。 OK、 あれ、あー近い、あー急だねこれ、あれカモン、し、はい、来ましたね。こちらがえのき峠って言うんですかね、はい、そんな感じでございまして、また林道に出てきました。あったあったあった、えのき峠ですね。はい、えのき峠っつうことでございまして、でね今度はあれですね、またさらにね、こっちなんかな、ゴッドがありまして、はい、かっこいい音だな。よし、古い、意外とこれはね古いわねこれね。はい、そんな感じで行ってみましょう。はい、そんな感じでね、で林道をねまた行く感じでございます。こんな感じで OK、 行ってみましょう。はい、来ました。で林道からさらにこちら入りました。ほら看板が出てました、次の最悪天子山、こちら OK、 行ってみましょう。あれ、はい、視聴者の皆様、このように林道をテクテクスタイルでやっておりますが、前方のねあたりですね、天子山山頂だと思います。ずーっと杉林ゴンちゃんだったんですけどね、あれ抜けてますね。展望がいいと思いますよこれ、天子山、ほらほら来た、ほら天子へ、ほら抜けてんじゃん、間違いねえよこれ。おーい、来た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 、あれだな、天子へスタイル。はい、来ました来ました、あれあれパラグライダーのあれですね、風向きのやつだと思いますけど、あー来た、ほら、あ、なるほどなるほど、ハト、まあそんな感じでございまして、うおーい、これだよこれ、今日一の展望だ、うーん、これなんだよハト。そんな感じでございましてね、はい、行ってみたいと思います。こちらの展望がニキ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 ニンの2人ということでございましてですね、来ました来ました、いや最高の展望でございますね、今日一の展望、これはもう行くしかないですね。はい、そんな感じでございまして、行ってみたいと思います。キャラメルコーン、
トーハトーキャラメルコーンぴょん。よっしゃ、ねえ、下界の人たちにもこのキャラメルが届いたでしょうか。そんな感じでございまして、あ、向こうが見えんじゃん、向こうが、あれあれあれ、向こう向こう向こう先輩も見えて、バチバチのチリンチリンスタイル、あ、あっちは日光だ、あれ南大さんが見えますね。はい、そんな感じで行きましょう。 OK。 はい、視聴者の皆様ね、あの目の前のねピークが神宮山でございますね。で、今この稜線をね、まあ、ずっと来たわけでございますけれどもね、最後の今日ね、ノルマピークでございます。不動山最百向かってまいりましょう。 OK、 行きましょう。はい、またね、林道に出てきまして、またこれですね、不動山への、道のり、あ、多分これ看板出てるでしょう、これでしょう。オッケー、来た来た、結構また急だね。オッケー、来ました、不動山。オッケー、行きましょう。オーライ。はい、そんな感じでございまして、不動山のね道のりですけど、ちょっとねそれスタイル、ほら展望、これいいんじゃないの、これ、それそれスタイルでね、向こうがね、目の前にバチバチにね見えますよ、これ秩父のスタイル、いやーいいね。 OK、 そんな感じでございまして、あー花粉もすげえやこれ。はい、そんな感じでバチバチにズルズルで行ってみましょう。 OK。 はい、こんな感じでございまして、視聴者の皆様、鹿なのかい熊なのかいっていうことでございましてですね、でこれをね、登りますとね、不動山でございますよ。鳥すきにようやく差し掛かってまいりました。 OK、 来た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 ね。 OK、 行きましょう。はい、左手をご覧くださいということでございましてね、前方のあのピーク、あれですね、不動スタイル。はい、そんな感じでございまして、もうちょっとでございますね。よし、はい、視聴者の皆様、不動山までのねラスト登りでございます。これ登ってね、あれですね、ピークですね。 OK。 そんなに斜面的には、まあ、急な感じでもないですね。結構ガンガンいけるパターンでございますけれども、 OK。 よっしゃ、ラスト行きましょう。オリー、よっしゃ、来た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 、これでしょう、看板があったでしょう、看板が、看板がありましたよ。 OK、 来た、不動山、不動来たわよ。不動山 549.2 メーターとアタクシということでございましてですね、三角点もありましたよ。はい、三角点、よし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 。そして視聴者皆様、不動岳からの360度の展望はお察しの通りでございます。あゴンスタイル、ゴンスタイルですね。すぐべ足ゴンゾー、ゴンゾー兄貴ですね。360度、はい、そんな感じでございまして、ありがとうございました。それでですね、下山なんでございますけれどもね、この先にね、河川の結構なんか面白いね、下り坂があるみたいなんで、そこからね、降りて参りたいと思います。はい、こちらですね、石村大権現っていうのがあるんですよね。なんで、おそらくですね、この不動山の神様なんですよね、これが祀られてるんで。でこちらちょっとルートにね、地図の方になってないんですけど、せっかくなんでね、これは行くしかないと思うんですよね。はい、そんな感じでね、行ってみましょう。一応ね、足場はね、ちゃんとしたねルートになってますので、あ、 OKOKOK、 こっちからね行くしかないですよ。もう不動山の山頂はね、おお、いいね、ああいう感じでオールゴンちゃんなんで、あ、これか、あ、あったあった、石村大権現、これだ、これですね、来ました、大権現、すぐ来ちゃった。はい、そんな感じでございまして、不動山ね、大権現すぐ来ちゃいましたよ、これ。はい、そんな感じでございまして、ありがとうございます。はい、すいません、そんな感じで行ってみましょう。
はい、関村大権現からの展望見てください。武甲スタイルがバチバチにいい感じでございますよ。はい、そんな感じで、でいいでしょうね。これで戻ってさっきのあれから帰るか。はい、そんな感じでいきましょう。はい、またね、こんな感じで林道に出てね、この苔不動尊っていうんですかね、こちら方面にね降りていこうと思います。結構ここはね斜面が急みたいな、やっぱり山の腹部分をね降りていくパターンだからね、結構急だと思いますね。 OK OK 行ってみましょう。はい、来た来た来た。ほら、やっぱりねこういうゴッドがあるからやめらんねんだ、やっぱりね。ほら、いやー、すごいんじゃないのこれ。ほら、パワースポットですよ、まさしく。ほら、パワー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 ね、パワー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 、てんてんてれてんてパワーパワーつうことでね。あー、でもこれもね結構ね、あ、ほらほらほら、文政かな、なんだろうな、ね、文化だ、文化ゴッドですよね、江戸ですよこれ。はい、そんな感じでございまして、いやー、すごいゴッドパワー、いただきパワーってことでね。はいはい、こんな感じ。あ、これは石垣ですね。これも人間がね積み上げたやつですよね、ゴッド。はい、そんな感じで行ってみましょう。よし、おり、おー、結構なパンチだね、やっぱり。よし、はい、こんな感じでロープもね、設定してくれてますけれども、結構なこれやっぱりね、予想通りのあのパンチゾーンですね。結構危ないです。これもつる岩で、あれですから、つる岩の上に落ち葉スタイルなんで、もうこれ結構もうずるっといっちゃいますね。これ危ないパターン、ほらほらほら、危ないパターンですね、危ないパターン、これね、注意ですね、注意。はい、オッケー、クリア、オッケー。はい、またね、こんな感じで岩場が、いやー、すごいね、見事ですね、岩が、飲み込まれちゃうねこれ。悪い、よっしゃ、こっちはね、視聴者の皆さんね、本当に危ないですね。もう激マニアと言っていいんじゃないですかね。ここは結構あれですね、まあどっちかというとショートカットのルートなんで、そんな感じで、よっしゃ、危ないわ。はい、こんな感じでございまして、激マニア継続中。やっぱりね、こういう登山道があるとね、燃えてくるわね、やっぱりね、燃えてくる、もうトラクタースタイル、まあそんな感じでございましてですね、まあ登山道じゃないと思うんですけど、まあ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 、パー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 、そんな感じで燃えてくるぜ。ああ、おっしゃ、いいね、いいよ、この危ない、これも危ないよこれ。はい、そんな感じでガンガン行きましょう。よし、あれ、あれ、あっしゃ、あっしゃ、来い、はい、クリア、オーケー。はい、視聴者の皆さんはここですからね、降りてきたとこね、結構マニアですよね。そんな感じで、はい、で、ある程度ね、坂が落ち着いてきた感じでございますけれども、でも結構まだまだ危ないわね、これ。ちょっと継続中ですね。注意継続中。OK、行きましょう。おれい。はい、来ました。ゴッドがありましたよ、これ。おー、なんか、すごいね、これ。ほら。なんだこれ。すごいよ、これ。大黒天ですよ。あー、ゴッドの大黒天。すごい。すごいですね。こちらにも、大黒天。すごいね。こちら大正11年ですね、大正ゴッド。よし、 OK、 行きましょう。はい、視聴者の皆様ね、こんな感じで、緑のフェンスがねずっと張られてますが、右手はですね長瀞の射撃場でございますね。はい、そんな感じで射撃場の脇をね、まあこんな感じで下っていくような
スタイル。はい、そんな感じでございます。行ってみましょう。はーしゃ。はい、こんな感じでございまして、看板は出てないですね、登山口のね。で、林道に出てまいりました。これからはですね、もう林道テクテクスタイル、まあそんな感じでございまして、あー、くしゃみがね止まりませんわね。まあ仕方ないですよ、もう杉が真っ黄色のこういうスタイルでございますので、もう、あー、もうね、すごいくしゃみが止まらないスタイル。 OK。 はい、来た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 、完全に降りてきました。145線来ましたね。はい、いつもの145号に降りてきました。で、どうしようかなというとこなんですけどね、まあ、こっから電車でね、そのちょっと先にね駅があるんですよね。その一駅電車で行ってもいいし、まあちょっとまだ時間も早いですね。このまま歩いてね、テクテクスタイルで行ってみたいと思います。はい、そんな感じで行ってみましょう。はい、ですね、ちょっとね樋口駅、来てみまして、ちょうどいい電車がねあれば乗ってみるっていうのもちょっと動画的にも面白いかなと思ったんですけどね。今あれな、13時44分なんで、あと20分待てばねあれなんですけど、やっぱりあれですかね、待っててもあれなんで歩っちゃいますかね。まあちょっとこういった感じですよって、無人駅でね、結構こう味のある駅なんでね、こういう感じですよね。なかなかこういう駅もないと思うんで、樋口駅、はい、こんな感じでございまして、まあいいでしょう。はい、歩っちゃいましょう、やっぱりね。はい、そんな感じで行ってみましょう。はい、秩父鉄道がね、あ、いたいたいた、これにねあれですよ、あー、間に合わなかった。はい、見えましたかね、あれに乗ってればねあれだったんですけどね。まあ結局は歩きスタイルでございますから、はい、間に合いませんでした。はい、そんな感じで行ってみましょう。 OK。 はい、こんな感じでね、今ね140号歩いてましたらね、柳瀬の、なんて言うんだろうな、これ石のね、なんて読むんですかね、これね。はい、こんな感じでございまして、石堂っていうのかな。はい、ちょっとね、寄ってみましょう、ちょっと。はい、そんな感じで、いや、すごいですね、これは。ほら。いや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 。石垣がね、すごいですけどね。どっちなんだろうな。あ、この先なんかお墓がありましたけどね。あれなんだろうな。どっちなんだ。あ、なんか看板が出てきましたね。よし、ああ、あった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 。ほら。来た。来たよ、ほら。あれだな、きっとな。あれでしょうね。ゴッドですね、要するにね。これでしょうね、おそらくね。はい。はい、こんな感じでございまして。おー、すご。なんでしょうね。あ、でも、あれだろうね。あの、石のお坊さんみたいな。あれがね、祀ってありますね。はい、よし。で、こちらはまあお墓なんですかね、昔のね。はい、そんな感じでございまして、ありがとうございます。いやー、古いよねこれ、相当。あ、ありました、違う違う、これですよね、赤道でいいんだね、柳瀬の赤道ということでございましてですね、昭和30年に指定されたんですね。で、肝心な歴史でございますが、あ、何なんだろうね。あった、明応8年の1499年、来ました。いやー、すごいゴッドだよこれは。いやー、来た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 、そういうことでございますね、これは。いやー、あー、すごい、これがお金がなんかぐるぐる回るんじゃないか、ほら。あー、すごいねえ、こんな感じで。初めてですね、このパターンはね、さすがに。1499年のゴッドでございます。あー、ありがとうございます、これは。
いやーすごいね、かっこいいね。1499年。いやーすごい、見事。はい、そんな感じでございまして、いやーすごい。はい、ありがとうございました。よし、はい、そんな感じでね、赤道も見ることができましたんでね、これ電車乗ってたらね、赤道見られなかったですからね。はい、ちょっとね、得した気分でございます。まだちょっと距離的にね、もうちょっとがありますね。はい、そんな感じで行ってみましょう。はい、こんな感じでございまして、140号線ね、テクテクスタイルでございますが、見てください、前方のね、ずっと稜線をね、来たわけでございますね。で、ぐるっと回って来ましたんで、そんな感じでございまして、行ってみましょう。おお、視聴者の皆様、圧巻感の勘三郎ですよ、これ。ほら、すごいっすね、これ。そんな感じで。すごい。いやはい、こちらですね、秩父鉄道、はぐれ駅っていうね、あれでございますけれども、結局ね、あれですね、歩いてきちゃいましたけれども、まあ、なかなか、味のあるスタイルということでございまして、まあ、無人駅になってですね、はい、こんな感じでございまして、はい、ああなるほどね、こんな感じですね。はい、まあ歩きスタイルでね、はい、そんな感じで行ってみましょう。もうちょっとですね、駐車場までね。はい、この遮断機がないね、踏切スタイル。おお、びっくりしたね、遮断機がないですから ね、今自動でね、なんか危ないなんつってねあれですよ、すげえなこれ、危ない。ほらね、はい、了解、行ってみましょう。はい、ラスト、つぶらだこ来ました、来ました、戻ってきました。そういったことでございましてですね、いやー、よかったよかった。はい、で駐車場そっちですからね。はい、そういったことで本日のね、感想の方行かせていただきたいと思いますということでございましてですね、いかがだったでしょうか。本日ですね、埼玉百名山3つですね、撮ることができました。神宮山と天郷山と不動山、来ました来ましたということでございます。で、登山のですね、喧嘩症自体はね、最後のあの不動山からのね、ショートカットで下る、破線ルートでございますね。あそこはですね、非常に危ない、おすすめできません、非常に危ないです。苔の生えた岩場に落ち葉なんかがね、ありますんで、かなり滑りますんで、滑落の危険がありますんで、まあ、できればね、その先にちゃんとしたルートあると思いますんで、そちらから降りていただければとは、おすすめいたしますね。はい、まあ、そういったことで、あとは展望のポイントはね、もういろいろこうポイントありましたんでね、本当に、最高に気持ちよかったですしね。あとは稜線もですね、結構ね、両サイドに、展望が広がっておりまして、なかなかですね、充実いたしました。はい、そういったことでございましてですね、いかがだったでしょうか。またですね、動画の方ね、上げていきたいと思います。また私にね、こんな山のこんなルート登ってほしいというね、リクエストコメントありましたらですね、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。そういったことでございまして、また動画の方上げていきたいと思います。あとですね、今回のルート、まあ、ちょっとね、結構なロングルートになりますんでね、そこまでね、歩かなくても電車使えばあれなんでね、まあ、皆様方はね、まあ、私今回全部歩っちゃいましたけれども、電車をね、使用していただくっていうのもね、大体ね、時刻表を見ると1時間に1本ぐらい出ておりますから、はい、電車なんかも有効活用していただければと思います。まあ、そういったことでございまして、またよろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画、次のライブ配信でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。